どうもこんにちは、ノイズです。今日はですね、ちょっと前に、注文していた、こちらの荷物ですね。じゃじゃん、見えますかね。ニート東京さんからね、荷物が届きました。まああれですね、パーカーですね。パーカー、ニート東京パーカー、出た時にこれ、正直ぶっちゃけ最初はなんかこうそれニート東京のやつちょっといいなと思ったんですけど、いやこれなんか街中とかでニート東京パーカー見かけたらちょっと恥ずかしいよなみたいな知ってる人に見られたらとか思ったんですけど、あのやっぱりパロディーをこうやってる以上自分のチャンネルで、あのやっぱりリスペクトの気持ちも込めてやっぱり着たいなっていうことを思いまして買っちゃいました。心配なのがですね、 M サイズで注文したんですけど、やっぱり L とかの方が良かったんじゃないのかなっていうのをちょっと思っていてですね、それだけちょっと不安なんですけれども、まあ、とりあえず、開封していこうと思います。ちょうどいいといいんだけども、おおおおこれですね、ニート東京のロゴがちゃんとこう前面に押し出される形で、梱包されておりました。なんか緑すぎて結構ビビったっていう感じですね。そして、あ、これちょっと欲しかったんですよね、このニート東京ステッカー。そうですね、ニート東京ステッカー、これはね、なんかに貼りたいですね。あ、このこれに貼ろうかな、このこの間作ったあのボーカルブースに。ありだね。ではこれも開けていきます。ちっちゃいかな、まあ、切れないことはないはずなんですけど、 M でなんかちょっとこうちょっとオーバーサイズ感がある。あ、でも結構でかいか、意外と。あ、なんかこのアームホールがなんかそのちょっとちっちゃいのかなと思ったんですよね、そのあれを見た時は、サイズ表 M サイズじゃんみたいな。でもなんかいい感じじゃないですかね。ニート東京、ちょっとやっぱ黒とかも迷ったんですけど、白とかも、あ、意外とでもこう薄手でなんか夏とか、夏っていうか今時期ぐらいはギリギリまだ着れそう。なんかやっぱこう緑がやっぱりこうニート東京カラーかなと思いまして、どうかな、こんな感じですね。ちょっと今髪とかも適当なんですけど、こんな感じですね。やっぱちょっとこうアームホール細いというか、ただなんかこれ以上でかくしたらなんかこの下というかこの着丈が結構溢れちゃうかなと思って、まあでもサイズ感は別にまあぴったりといえばぴったり、たりっすね。メニーと東京、うわ恥ずかしいな、ちょっと買っちゃったけど、これいつ着るんだろうね、マジで。まあかっこいいっちゃかっこいいけど、これ着てやっぱライブとかしたいっすね。衣装系なのかな、やっぱりこれ。いやちょっとジャストだったらやっぱもう L にしときゃよかったな。なんか結構細いかも、細いし、なんかジャストって感じだけど、まあいいか、まあこれはこれでありかっていう感じですかね。なんかその今緑色のこうセットアップも持ってて、中に着る感じ、セットアップの中にこうニート東京緑緑出せ、オール緑にしたらなんか面白いかなと思って、サイズも合わせてちっちゃく買ったっていう感じだったんですけど、まあこんなもんか。ちょっとこの緑のね、もうあんまり緑感ないかな、これだと。オリーブに、緑っていうかオリーブっていう感じだから、あ、こういう感じだったらね、こういう感じですかね。まあ緑っぽくないな、やっぱりあんまり。
まあこう、まあ、でもこの中に着る分には結構いい感じかもしれないですね、やっぱりサイズ感は。まあ、パーカー上になんかこう合わせるような感じだった方が使いやすいかな、俺は。もしかしたら単体でもいいけど、うん、はい、こんな感じですね。こういう感じですね。こうかな。なんかサムネ感あった方がいいですよね。もっと。はい。ああ、生地はこれあれなんですね。これ多分うちのプレファブ PSP の方のプレファブリックの方でも確かこの。あれで生地というかボディは使ってた気がするな、はい、うん、着て今度出かけたいと思います。以上開封動画でした。ありがとうございました。本当ぜことばっかやる気なんて悪化干渉をやめて早く行けどっか In my zone じゃなきゃ死んじゃいそう心配性のふりして言いたい方ライでスッキリしてんのはそっち肝心の悩みの種は放置胸クソあり思いやりはもういいから自分に向けろその興味くだらないことやる暇はない。